こんにちは。新修復チャンネルをご覧くださいましてありがとうございます。今日は国道158号線のドライブ動画をお届けしたいと思います。新島々の付近からだいたい前カードぐらいまで行ってみたいなと思っております。行ってみると言いましてもね、私今通勤途中でございますので、効率よくね一緒に動画を撮っているという状況でございます。これからねかなり山道に入っていきますので、安全運転にね心がけたいと思いますので、少しね間違ったことを言ってしまったりするかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。左手にありますのが新島々バスターミナルですね。こちらから上高地域のバスが出ております。そしてここにね赤松ドライブインって言ってね、お蕎麦屋さんが左手にありますけれどもね、割と観光客の方もねよく入ってらっしゃるお店ですね。そしてこのカーブを曲がったところの左手にですね、以前ね深沢酒店っていうねとってもいい酒屋さんがあったんですけどね、今もうちょっとね数年前に閉店されてしまいましたのでね、ちょっと残念なんですけれども、新島島という駅がありますけれども、あれは松本駅から、上高地線というね電車が走ってるんですけれども、以前はね島々っていう、もうだいぶ前の話ですけれどもね、駅がありまして、もうちょっと行った先のところにね島々駅っていうのがありました。そして今ねここね何か道路か何かを作るんでしょうかね、工事中でしてね、だいぶ右手にあったね木が伐採されてね広々としておりまして、一生懸命ねこういうショベルカーっていうのかな、重機でね工事が進んでおりますけれどもね。大体ねこの辺りだったと思いますね、島々駅があったのは。ちょっとずいぶん前の話でねよく覚えてはいないんですけれどもね、確かそうだったと思います。そしてここはですね、まだ松本市畑という、旧畑町ですね、合併して松本市畑となっておりますけれども、この、ですね、今見えてきたのが橋で、この下は梓川が流れているんですけれども、この橋を越えますと旧安住村に入りますね。ここに看板がありまして、ようこそ安住エリアへという看板がありますけれどもね、ここから旧安住村になります。このね、左手にアルプスの里っていうところがあってね、ここにお手洗いとかね、あとお蕎麦屋さんもあるんですけど、冬はどうもね、休業されているようですよね。今日はね12月21日なんですけれども、まだこの辺りはねこんな状況で、雪はねそんなに積もってないんですね。新潟県がねちょっと大変なことになっておりましたけれども、ようやくなんだか通行止めが解除されたようですけれどもね、どうぞお気をつけてねお願いいたします。この左手にね龍島温泉っていうね、少し入っていくとね日帰り温泉がありますね。でこの辺りからねどん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 山道に入っていきますよ。先ほどのところはね大野田っていう地区なんですけれども、これからはね島々だけど宿って書いてありますね、島々宿、徳郷峠の入り口とかがあるところでね、左手の方にねもうちょっとすると看板も見えてきますけれどもね、宿のところにはですね昔の安住村役場があったところで、今は松本市の、役場の支所になってますね。ここにね看板がありまして、徳郷峠入り口島々宿で
書いてありますね。ここからね、あの上高地の方に登っていく山道がありますけれども、この正面に見えているのがね、中島屋酒店って言いまして、ここはね、日本酒かなり種類多くありますね。で、右手に大きな建物、3階建てかな、見えてると思うんですけど、それが旧安住村役場ですね。で、その左隣にね、赤い屋根はちょっと見えないかな、安住小中学校っていうね、小中学校がございます。で、この右手のね、ちょっとあの高台の上に昔しましま診療所っていう診療所があったんですけど、今はもうないんですけれどもね、神様のカルテっていう映画に出てくる診療所ですね。小さい時に1回だけ行ったことありますね、はい、そしてこのトンネルに入りまして、もうずっと前ですけどね、土砂崩れっていうのかな、が起きてしまって、でこのねトンネルができましたよね。もう20年以上前じゃないでしょうかね。そしてですね、この右手のところにね、正面の今ちょっと信号で止まりますけれども、工事中の信号でね、木を伐採したところが見えているかなと思うんですけれども、そこからねトンネルが、また新しいトンネルをね工事で作るようですね。ダムのところに出るんですけれども、稲子木ダムかな。もうだいぶね、この158号線も古いと言っていいのかずいぶん昔からある道なのでね、多分劣化がね激しいし、あと随分と本当にこうカーブの連続ですからね、トンネルを作ってね通りやすい道に工事がね進められています。寒くて大変ですよね、こういうね工事のね方ね。そしてこのね、左手にはですね、ここは実は今この工事の車両が止まってますけれども、随分と前ですけれども、たぬき平ドライブインっていうねドライブインがあったんですけれども、もう30年ぐらい前になっちゃうかな、そんなには前じゃないかな、火事でね、もう閉店されてしまいましたけどね。で、ここからこのようにですね、かなりね狭いですよね、狭くてくねくねの道が始まりまして、トンネルがねできればもうここはね旧道ということになるんだと思いますけれどもね、そのトンネルがねできるのはもういつのことやらという感じですけどね、早くねできれば随分と楽になるんじゃないでしょうかね。この辺りはねこういうスノーシェットみたいなねトンネルみたいなものもね何個かありますけれどもね、この道もですね一本道というか主要道路でこれぐらいしかないので、ああいう風にね立ち往生とかしちゃうとね、とっても大変な道なんですけれども、割と北陸の方の車もここは多くて、そうですね、富山とか石川とか金沢とかね、そういうナンバーが多く見られますね。あと飛騨ナンバーも多いですね。県境を越えれば高山市になりますので、飛騨の、ね、ナンバーも多く通ってまして、先ほど言ったトンネル工事ね、ここに出るんですよね。これつながればね随分楽ですよね。で、右手にはですね稲子木ダムがありますね、東京電力ですね、はい、このね左手に一軒
蕎麦屋さんがねありますね。大型トラックもね多くてね、かなりあの交通量は激しい方だと思いますよ。あのまあそんなねすごい渋滞しちゃうとかそういう感じではないんですけれどもね。ちょっと今日私あのトランクにすごい荷物が乗ってましてガタガタ落としちゃってすいません。聞こえちゃうかな、どうかな、うるさかったらすみません。この辺りもねあのかなりくねくね道になっておりまして、稲こき地区になりますね。これからもうちょっと行くと集落がありまして、消防署もあったりねしますけれども、あと郵便局もあったりするので、割と旧安住村の中ではねこう大きなというか集落ですよね。風穴の里っていうことでね、あの風穴が有名なんですよね。風穴って書いて、体育館もあったりね、あと保育園かな確かあるような気がしますけれども、でここにねあのもう一軒酒屋さんっていうかお店屋さんが中村屋さんがあって、左手にはねお相撲石油がありまして、でもあ今日はお休みだしすごい小さいんですよね。でここ郵便局があってで消防署があるんですけれども、この右手にね有馬クリーニング店ってあるんですけど、その左手にちょっと見えにくいと思うんですけれども、ここに渡辺のお蕎麦屋さんがありまして、渡辺蕎麦店ですかね、かなりあの観光客の方というか県外ナンバーの方のね車もよく止まっているお蕎麦屋さんで、私もずいぶん前ですけれども行ったことがあって、あのレトロと言いますかね、あの山の中のそうですね、あの趣のあるそういうお蕎麦屋さんですね。もうちょっとしましてね、カーブを、左にしたところカーブがあるんですけれども、その左手にですね安住資料館っていう資料館がありまして、そちらはねあの冬季は多分閉鎖されてると思うんですけれども、普通のシーズンは土日だけだったかな、多分資料館やってますので、この安住村のねあのいろいろ資料が展示されておりますね。こちらから左に入っていきます。そして正面に見えてくるのがね風穴の里という、道の駅ですね。こちらもかなりねもうここぐらいしかないので、すごい混んでる人気のあるね道の駅ですね。右手にもねあのお蕎麦屋さんみたいなのがあるんですけれどもね。そしてこの右手にはですね、水戸のダムといいまして、水の殿って書いてね、水戸のダムがありますね。でこの辺りからね、またこの辺りからというか、ずっともうカーブの連続なんですけどね、あのこの辺り、宝雲崎っていうところになるんですけれども、この辺りはですね、割とこう気温が低くてですね、朝晩ですと道路がね、凍ったりしてますのでね、ちょっと気をつけてね。通る場合は朝晩は気をつけてくださいね。長野県のねあの道路はだいたいいつもあのみんな塩カルって言って、塩化カルシウムっていうのかな、あの融雪剤をちゃんとねあの早朝とか深夜とかに撒いてくれるので、そんなにねもうガチガチっていうブラックアイスバーンっていうのは少ないかもしれないけど、それが追いつかない時もあるので気をつけた方がいいと思いますね。あとあのちょっと参考までになんですけれども、この道来る場合はですねあの母子屋駅を
満タンにしてきた方がいいと思います。っていうのは今日今ね道路状況ドライなので、あ、ここお蕎麦屋さん1軒ありますけどだいぶ不定休なのでお気をつけくださいね。そう、それでねちょっとウェットの道路状況の時にはですね、前を走っている車のからタイヤから水しぶきが飛んできて、それが窓につくともう白く曇っちゃうんですよね。なので本当にウォシュレ液すごい使うので、ちょっと参考までにですけれどもね、まあ、マイナス20度とかまで対応しているウォシュレ液だとよ、ね、さらにいいかなと思いますけれどもね。ちょっとした山国情報でございます。そしてここは宝雲崎といいまして、ちょっと難しいというか画数の多い寺院の場所なんですけれども、昔ね木村拓哉さんの、ラブジェネレーションっていうドラマがあったと思うんですけれどもね、そこでシーンが使われていると思いますね。確か木村さんが車で来てたのかな、でその車が故障しちゃったか何かで松たか子さんのいる乗鞍高原まで行けなくなってしまって、で軽トラを捕まえて乗せてもらうっていうシーンだったと思うんですけれども、ずいぶん前の話でちょっと間違ってたら大変申し訳ございませんけれどもね、こちらがねアルピコバスですね。はい、アルピコ交通のアルピコバスですね。そしてここのね左手にもですね、今トンネルを作っておりまして、もう長いことね工事しておりますけれども、ここからねいくつもトンネルがあるんですけれども、それがすごく狭くてですね、それを回避するために新しくトンネルが作られております。早くねできればいいんだけどね。この辺りでね昔雪崩があってバスがちょっとぶつかっちゃって全国ニュースになってましたけれども、まだね、12月、まあそうですね、クリスマス明けぐらいからかな、もっとね雪が積もってくるようになりますけれども、はい、これがトンネルでございます。今大型がね来ましたけれども、このねカーブがきつくてですね、大型と大型がこうガチッとはまってしまうとすれ違うのにね何回も切り返しをしてね大変な場所なので、向こうの対向車からねパチパチパチってパッシングしてくるんですけど、それは大型車が来てますよという印なので、まあ普通車だったらね普通にすれ違いできますけれども、それでもゆっくりね行った方が安全だと思いますので、だいたいねこの松本の方から来て2つ目のこのトンネルもそうなんですよね。ここねこの辺りがちょっと厳しいカーブなので、どうぞお気をつけくださいね。そう、普通車だったらね普通車同士でしたらこのようにね楽にすれ違えるんですけれども、そして、まあ、とにかく暗いのでね、夏なんかよく自転車でここを走ってらっしゃる方いらっしゃるんですけれども、どうぞね後ろにこうチカチカって赤く光るライトありますよね、ああいうのつけてきた方がいいんじゃないかなと思いますのでね、もし参考になればと思います。でこういうところもね昔はこの左手にカーブしているようなね対比所みたいなのありますけど、ここが道路だったんですよね。少しずつこうやって広げてますけれども、やはりね交通量の割にはちょっとだいぶ狭いんじゃないかなっていう印象ですよね。これで上高地に行くバスがね大型バスが都会からねたくさん来ますからね大変だし、ちょっとね運転手さんは気をつけなきゃいけないなって思う道路じゃないでしょうかね。そしてこのトンネルを開けますとね正面に橋が見えてきますけれども、見えるかな、はい、あれがね新しくできた橋で、左と右にトンネルでねつながりますけれども、まだ右側のねトンネルはね全然工事始まってないのでまだ穴が開いてない状況ですけれどもね、本当にね早くねできればいいのにね。このカーブもねかなりのヘアピンなんですけれども、ここは見通しがいいのでね大型と大型の場合は
よくどちらかがね泊まって、譲り合ってますけれども ね立派な橋ができてるんですよ。でもまだだいぶかかるんじゃないでしょうかね開通するまでは。そして次のトンネルはですね、中で分岐しております。知らない方はね、ここでね、遅い車がいるとね、なぜかこう急に抜きにかかったりする車がいるんだけど、絶対にやめた方がいいです。ここは見えないんだよね、右に行く方が。そうなんだけど、まあ、私も今ちょっとね後ろを引きずっちゃってますけど、制限速度で走ってますので大丈夫だと思いますけれども、こちらでねまっすぐ行くと長和とか木曽に行きますね。で、右に行きますと上高地乗鞍高原、そして高山方面ですね。そしてねここで、左に曲がっても先ほどのトンネルのところのね出口につながってますので、そちらからね野麦峠スキー場の方にも行けますね。そしてこれが長和戸ダムです。あずさ川なんですけれども、東京電力のね、ダムですね。何かね冬になるとやっぱり工事って増えますよね。ここからのはねトンネルはね割と少し、割とっていうものではないですね、若干広くなりますけれどもね。工事中ですね。冬の方がなんか道路の工事って多いですよね。でこのトンネルになると少し余裕ができるんですけどね。まあでもこれからね冬になると上からねすごいつららがね巨大なつららがあって、下を通るときすごい怖いときがあるんでね、落ちてきたらどうしようって思うけど、あれ危ないと思うんだけど、多分道路公団じゃないけどそういうのをねチェックする方々がやってくださってると思うんですけど、追いつかない場合があるんですよね。まあ、先ほど安住小中学校の話をちょっとさせていただきましたけれども、私も大野川小中学校でね同じ安住村の小中学校卒なんですけれども、人数がね少ない小規模校なので、安住小中学校とね修学旅行は一緒に行くんですよねあと登山とか、そう長野県はね登山が行事であるので、小学校の時は乗鞍岳で、中学校の時は西峰でしたけれども、登山がありますけれども、登山とかね、あと臨海学校っていうのかな、静岡県の伊豆のね松崎町と姉妹都市なので、夏ね、松崎町に行くんですけど、その泊まりもやっぱりバスの関係でしょうかね。2校一緒に行くとやっぱり30人以上になるから、バス借りるのにね大型バス大丈夫になるからかな。人数がねとにかく少ないと、まあ私9人でしたからそうすると先生入れてもね11人とかなのでね、ちょっとね大型バス借りるのに大変ですよね。なのでいつもね一緒に行ってましたよ。さっきの稲こき地区とかね、あの辺りの子と一緒にね行ってましたからね、合同でやってました。で中学生になると3校交換会って言って、隣の長和村の長和小中学校と3校でね1年ずつ交代で回ってね、でそこでソフトボールとかあとなんか発表会とかやったりするんですよね。ね体育の授業でソフトボールとかできないんですよ。9人でしょ、そう相手チームいないんですよねなので集まった時にねソフトボールやるんです。やったことないからね怖いんですよね。グローブとかねみんな学校にあるから、それ持ってったりしてやるんだけど、
怖いんですよ。まあそれでも頑張ってやりましたけどね。まあどちらかというとサッカーは大丈夫なんですよね。やったこと、体育の授業でねやったことあるんだけど、サッカーはほら4対5とかでやってもどうにかできるんだけど、野球はちょっと、野球っていうかね、ソフトボールはかなり難しかったですよね。いろいろね工夫してやるもんですよね。そう、小さければ小さくても小さいなりにねやりようはあるということでございまして、はい、そろそろね、前川戸というところになりますね。地元民の人はですね、前川戸とは言わず前カードってなんか英語的な発音になっちゃうんですけれども、以前ここからね乗鞍高原までドライブ動画をお届けしましたので、この辺でね、これ親子滝っていうあの信号ですけれども、この右手にちょっとちっちゃいですけどね親子滝ありますけれども、この辺りでね、動画を終了させていただきたいなと思いますけれども、どうしようか。乗鞍高原の入り口のね赤い橋のところまで行こうか。はい、というわけでですね、今日は、国道158号線のね新島島から前川戸のあたりですね、ドライブ動画をお届けさせていただきました。これねまっすぐ行くと、しばらくするとすぐ沢ンドっていう場所がありまして、そこのところはね、あの上高地に行く方々がねよく車をね前川規制なので、そこに駐車場を止めて、そこからシャトルバスで上高地の方に行かれますね。はい、これを前川戸というね信号ですけど、これをじゃあ、左折して、このね赤い橋がね見えてくるんですけど、乗鞍高原の入り口ですね。でこの辺りに来るとね急にやはり、雪がね増えてきますよね。こうかなりガタガタしますので、必ず冬タイヤをね装着して通行してくださいね。ではご視聴ありがとうございました。